ドリミノキレイジュアンソスジャポーニカスは赤ネカの低木。青い綺麗な果実をつける。常緑性の低木。樹高は1.5メートル程度で、茎は乾くと黒色を呈する。横絵は主茎に対して大きな角度で出る。若枝には短い毛がまばらに生える。葉は耐性で、葉芯は長大型から強調大型で。 先端は長く突き出して先端が尖り、基部はくさび型をしており、円は滑らか。角質で表面は無毛、裏面は葉脈の上にわずかに毛がある。葉芯の大きさは長さ9から15センチメートルで、葉平は長さ5から10ミリメートル。卓葉は互いにくっついており、強三角形で長さ1ミリメートル。花期は5から6月で、葉液に数個の花からなる。 短い周酸カジをつける。カジの柄は1ミリメートル、花柄は0.8ミ、mm、リメートル。額は長さ4.5ミ、mm、リメートルで、このうち脂肪より上の部分が2.5ミ、mm、リメートル、列辺は1ミリメートル。果敢は白で、長さ1センチメートルほど、先端には毛がまわらにあり、筒の内側には毛が密接している。先端は5つの列辺に分かれ、 デッペンの長さは3ト、mm、ル、乾くと黒くなる。おしべは果敢の中ほどにくっついている。蜜板は高さ0 8ト、mm、ル。花中は長さ6 5ト、mm、ルで、先端は5つに裂ける。果実は休憩で計8ト、mm、ルに達し、瑠璃色に熟す。本州中部以南の森林内で見ることのできる最も美しい果実の一つとの表もある。日本では、 本州の東海地方、紀伊半島、中国地方と四国、九州、それに琉球列島の沖縄本島に知られ、国外では台湾、朝鮮のチェジュ島、中国南部、ラオス、ベトナム北部、インド東北部まで分布する。ルリミの貴族はアジアの亜熱帯から熱帯域を中心に約180種が知られ、日本には7種がある。 本種以外はいずれも南西諸島に見られるものでその北限はせいぜい薬島までであり、それ以北に分布するのは本種だけである。他種との区別としては本種では葉が10センチメートル前後、茎や葉に毛がほぼなく、葉の基部はくさび型、果敢は10ミリメートルほどといったところである。なお、長く茎に毛が残るものをサツマルリミノキエフサツメンシスといい。 基準種と分布を同じくする。環境省のレッドデータブックには取り上げられていないが、府県別では、愛知県、及び近畿地方異性の、計7つの府県で何らかの指定がある。森林に生えるものであるので、その開発などで減少が危惧され、また園芸用の採取も問題にされるが、近年では、鹿の食害の被害も大きいという。以下、主として、北村、村田。 P58 佐竹ほか編、P202A 駅 P20 大橋ほ編、P 二 P281 大橋ほ編、P 二 P279 から281大橋ほ編、P 二 P281 日本のレッドデータ検索システム2019年11月2日。閲覧京都府。レッドデータブック2019年11月2日。閲覧。ありがとうございます。